こちらですね、知財情報分析の過去から現在まで、三位一体経営にするから IP ランドスケープというですね、ちょうど1年半ぐらい前に、アジア特許情報研究会の10周年記念講演会というところで行った、内容をですね、ちょっとこちらの方で、お送りしたいというふうに思います。はい。というわけで、こちらの方の今日の内容、この形になっております。で、まずですね、今日お話しするポイントを、まず結論からですね、3つお話ししたいと思うんですけども、実はちょっとこちらのスライド、ベースになっているのが、先ほど申し上げました、2018年の11月にですね、行われました、アジア特許情報研究会の10周年記念講演会というところの内容がベースになってますので、ちょっと一部、データそのままちょっと、更新してなくて古い点であるとか、いうところございますね。ちょっとご了承いただければと思います。で、一応、補足とか修正の方は、可能な限り、今日確認して行っております。はい。で、今日の、申し上げたいポイントは、3つになります。で、今日は特に、取材情報分析であるとか、IP ランドスケープに関してお話しするという形になるんですけども、大きくは、3つになります。で、まず1つ目。1つ目ですね。IP ランドスケープを定義したかっていうのは日本人だけというところになります。こちらですね、後ほど説明しますけども、IP ランドスケープの定義っていうのはですね、結構そもそもですね、無きに等しいと。なんですけど、一生懸命日本人は定義したがってるというところがあります。で、それ1点目です。で、2点目。2点目ですね、知財情報分析で重要なのは、手法とかツールではないというところがあります。もちろん、手法とかツールも重要ではあるんですけども、一番重要なのは別に手法とかツールではないと、一番重要なところは違うというところになります。で、最後、3点目ですね。3点目は、IP ランドスケープであるとか、その知財情報分析というのは、どのように組織に根付かしていくかというところを考えるときにですね、キーポイントになるんですけども、横展開しよう、縦展開しようという、仲間を作ろうと。いうところが3点目になります。で、今日お話しするポイントとしては、主に1位とか2のところが中心になってですね、3点目のところは最後の方に少しお話しして、もちょっと私の方の、個人的な見解みたいなのも含めてお話したいというふうに思います。それではですね、早速ちょっとこの内容の方に入っていきたいと思います。で、このライブの配信の内容はですね、後でまた e パテントの YouTube チャンネルの方にもアップしようとは思うんですけども、ただちょっとこのライブで話している内容そのままっていうのも、ちょっと一部少し端折ったりする可能性はありますので、ライブだけで聞ける内容というのもひょっとしたらあるかもしれませんね。ちょっとその点はお聞きいただければというふうに思います。はい。で、まずは、ね、最初にですね、IP ランスケープって何ですかというところがちょっと入っていきたいと思います。で、一応ですね、私もご存知の方もいらっしゃるかと思いますけど、金沢工業大学院というですね、虎ノ門大学院というところで IP ランドスケープ要論というですね、授業の方を、担当させていただいております。で、杉水先生と元ディレクターだった小林さんですね、と一緒にさせていただいているんですけども、その IP ランドスケープっていう言葉自体ですね、そもそも何ですかというところをちょっと初めにまずお話をしたいと思います。で、まずですね、ちょっとお話しする前に、今世の中一般的に流布してるというか、定義、IP ランスケープの定義って何ですかというところをいくつかネットの方から持ってきています。まずこれ一つ目がですね、よくネットで検索いただくと出てくるかなと思うんですけども、これ日経新聞、日本経済新聞社のウェブサイトにあります。IP ランドスケープって何ですかというと、インターナショナルプロパティランドスケープは知財に関する環境と見通しですと、そうですねと、そう思いますと。これは全く反論の余地ありません、私も。で、次ですね。近年、急速に欧米企業が使い始めた知財分析の手法と、同手法を活かした知財重視の経営戦略のこと。こうですね、オレンジでハイライトしますけども、ここからですね、ちょっとおかしくなってるんですね。私個人ないですね。ただ、一応こういう定義を日経さんはされているという形になります。それ以外にですね、具体的には知財部門が経営陣のニーズを早い段階でつかむ特許だけではなく、競合企業や関連業界などのマーケティング情報を駆使した戦略報告書を作成、経営陣に提案、全社戦略に反映というサイクルを繰り返す。目的は自社戦略、事業を成功に導くことにあると。これは反論の次第ですね。で、これに対し知財部門が実施している特許調査は、自社の製品やサービスが他社特許に抵触しないかを調べるもので、目的は主に市場の失敗を防ぐことにあると、いう、いわゆるそうですね、IP ランスケープと今までのやつはちょっと違いますよというところで、対比したような言い方になります。で、これは定義の1ですね。で、2つ目、そうなんだと思うわけですね。
で、これ、足跡居住金の時に初めてこういうスタイルでやったんですけども、スライド入れて、こう、ちょっと自分の気持ちを少しスライドに入れていくという形ですね。で、2番目、定義ですね。で、こちらの2番目の定義は特許庁のですね、報告書にあります。実はこれ、ご存知の方多いと思うんですけど、知財、IP ランドスケープっていう言葉自体は、2017年の4月に出た、知財人材スキル標準バージョン 2.0 っていうので、定義されました。で、実はそれの前段としてあるのがこの報告書なんですね。企業の知財戦略の変化や産業構造変革等に提供した知財人材スキル標準のあり方に関する調査研究報告書って、これ2月に出てます。で、この中に実は IP ランドスケープという言葉が出てきまして、本報告書では IP ランドスケープという用語が出てくるが、これはパテントマップとは異なり、自社、競合他社、市場の研究開発、経営戦略等の動向及び個別特許等の技術情報を含み、自社の市場ポジションについて現状の俯瞰、将来の展望等を示すものであるという形ですね。ここに、またですね、書いてあったのがですね、よくなかった、まあ、定義として書いてあるんですけども、パテントマップとは異なりっていうですね、この一言がですね、結構なかなか、まあ、後々、あと、尾を引いてですね、混乱のもとになっている現況かなというところがあったりします。というわけで、なるほどと。まあ、要は思うんですが、これ見ると、あ、パテントマップと違うんですかと、いうふうに思うわけですね。まあ、私なんかは、NGB に2002年入ってからですね、まあ、パテントマップっていう言葉とか結構使ってですね、まあ、特許情報分析とかも使ってましたけども、まあ、セミナーやったりとかですね、まあ、赤い本で、特許情報分析とパテントマップ作成入門とかって本書いてますから、なるほど。パテントマップって古いのかと、なんか違うのかと。いうふうにちょっとですね、喧嘩られた感じになったんですね。で、じゃあちょっと海外の方を見てみましょうと。で、こちらの方のサイトはですね、ローリー IP っていうですね、多分ローファームだと思うんですけども、こちらの方のサイトに、ウェブサイトに書いてあるもので、英語になりますけども、IP ランドスケービング、and identify the intellectual property position of a business or a specific area of technology in any given country。まあ、特定の国においての、まあ、特定の技術のエリア、等における、まあ、要はビジネスとか、まあ、いろんなそのポジション、に関しての、まあ、知財のポジションについて、特定するものであるという形なので、まあ、日経さんの定義と結構似てる、まあ、近いかなというところにあるかなと思います。を踏むと。まあ、これはなんかね、もうまあ、まあ日経さんちょっと似てるところは、ね、経営戦略とは書いてませんけど、まあまあそうなんだなと思います。で、次定義4ですね。で、これクエステルさんのやつで、実は1年半前に資料を作った時にあったんですけど、今ちょっとウェブサイトなくなっちゃってるんですが、こちらの方の定義を読むとですね、なんて書いてあるかというと、IP landscape provides a macro analysis of the patent activity in a specific industry なんですね。ほう、なんか、これ見るとですね、あれ、なんかパテントマップっぽいぞと。あれ、なんかパテントマップの定義と変わんなくねえというふうに思ったりするわけです。で、ついでにですね、ちょっともう一個見てみようと。もう一個というかですね、まあどういうふうに使われているかっていう、まあ利用シーンの方をちょっと見てみましょうというとですね、でこちら、オリックっていうところのブログで、これもですね、オリックさんのブログ自体は残ってるんですけども、オリックさんの IP ランスケブログって名前があったんですが、それちょっと名前が変わってなくなっちゃってるんですが、当時1年半前にあったもので言うと、オリックス IP ランスケブログ、レポーター、ノータブルインターナショナルプロパティニュースって形で、まあいわゆるですね、オリックさんのブログ、まあ、IP ランスケブログっていうのがあったんですが、これはですね、要はまあ、知財のニュースを配信するっていうものだったんですね。はい。で、こういうふうに利用されると。で、もう一つちょっと利用シーンご覧いただきたいと思います。で、これですね、台湾特許庁、英語ですと TIPO っていう台湾インテレクションプロパティオフィスで、TIPO っていうのが TIPO っていうのがあるんですけど、のプレスリリースになるんですけど、TIPO holds a seminar on the IP landscape in the Southeast Asian countries on the November 28th and 2017 と言われて、2017年の11月28日に、まあ、台湾特許庁がですね、東南アジアの諸国における、まあ、セミナーやりましたと。で、何のセミナーかというと、東南アジアの IP ランドスケープに関するセミナーだったと。話なんですね。で、これ、見ていただくとですね、IP ランドスケープのセミナーって実は、いわゆる知財の別に経営戦略とかいうのは全くなくて、東南アジアにおける、まあ、知財の制度とか、知財全般におけるこう外境ですね、についてのまあセミナーだったって、今そんなようになっているんですね。で、おっと、すみません。で、よいしょ。で、結局ですね、これ、なんか見てみると、なんか、あれですね、戦略や分析とはまあ関係なさそうだなと。いうところがちょっと見えるわけですね。オリックさんの、使い方にしてもですね。あとは、まあ、その対応、特許庁の方のブログにしても、あんま書けなさそうだというのがわかりました。
で、結局ですね、じゃあ IP ランスケープって何ですかという、まあ、これもちろん私のですね、まあ、認識ではありますけども、まあ、ただちょっと私、e パテントの入る前に、まあ、ランド IP という外資系にまあ5年ちょっとですね、いましたんで、一応外国の方の事情もある程度知ってるという理解でいるんですけども、まあ、結果的にですね、日本でわーわー今言ってる、まあ、今最近ちょっと少しだいぶ下がってきたかと思いますけども、まあ、わーわー言ってる意味とですね、海外で使われてる意味っていうのは、一部しか被ってないと。一部っていうか、被ってるとこもあるんですよ。被ってるとこもあるんですよ。なんですけども、日本でワーワー言ってる意味がですね、完全に海外も全く同じ意味でというか、IP ランスケープっていう言葉の意味っていうか、まあ多分違うかなと思ってます。で、ちょっと絵で簡単に示すとこんな感じですね。左側がですね、日本です。オレンジの枠の中ですね。で、これ、知財を生かした経営とかですね、特許とか特許以外の情報分析、まあ、いわゆるマーケティングに生かすとか、M&A に生かすとか、別に、その出資者に対して悪いことを言うつもりもですね、ないんですけども、ただじゃあ、海外の人がですね、そういう意味合いで IP ランスケープって言葉使いますかね、多分まあ、ないと思います、おそらく。ほぼないと思います、あんまり。で、じゃあ、海外の人、まあ、特に欧米がっていうのがさっき日経さんのところにありましたんで、アメリカとかドイツとか、まあ、イギリスですね。ちょっと国旗書いてますけども、彼らどういうふうに使っているかって、どちらかというと知財全般の俯瞰とか、まあ、それ知財制度とかですね、エンフォーサビリティ、まあ、いわゆる知財の権利行使ですね、とかみたいな知財全般の俯瞰なりとか、あとはですね、特許マップ、いわゆる日本でいうパテントマップみたいな意味合いで使うことがあります。日本はパテントマップって言いますけども、実は海外はパテントマップってあんまり言いません。パテントランドスケープって言います。で、パテントランドスケープのパテントは、まあ、当然 IP になることもあったりするわけですよ。パテントだけは知財って意味ですね。なので、まあ、日本の特許マップ、パテントマップを知財マップって、まあ、言うこともあるかもしれないぐらいの頻度で、向こうも IP ランドスケープ、知財ランドスケープみたいな形で言うケースがあったりします。なので、実は、この真ん中の兜があるんですね。オレンジ色の枠とですね、丸と、ブルーの丸が被ってるところあると思うんですけども、この被ってるところは当然、まあ、日本で今使ってる意味と、ヨーロッパとかアメリカの方で使ってる意味と、まあ、被ってるっていうか、一部チョーク紙とかあると思います。被ってるところ、同じだと思います。ただ、日本は日本で結構独自な進化をしていて、要は知財を生かした経営とかですね、経営戦略とかっていう意味があるかっていうと、どうなんだろうなっていう感じはちょっと個人的にはかなり強く持ちます。で、まあ、ちょっとですね、ついでに、追加で補足調べてみました。私のね、思い込みだけだとよろしくないので、まずですね、一つ目調べたらですね、Google トレンドっていうのがあります。使ったことありますかね、皆様。キーワードの検索ボリュームもですね、推移を見るためのツールになります。Google さんが出している無料のものに。なります。ちょっとご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単にまずですね、AKB48 と乃木坂46ですね、欅坂46って、まあ、いわゆる AKB 系のですね、チームの、キーワードの検索ボリュームを調べています。日本を対象に、2004年から現在まで、これ先ほどちょっとアップデートしましたんで、2019年の4月の19ですかね、今日は。までの、キーワードの検索ボリュームの推移になります。でこれ見ていただくと、AKB はですね、ブルーのラインになりますんで、2009年11月ぐらい、12月ぐらいですかね。多分おそらく、紅白歌合戦出たんじゃないかと思うんですけども、そのあたりで結構、ピンと立ってます。で、その後でダラダラダラと下がってしまってるんですけども、乃木坂46がですね、じわ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 っとこう上がってきまして、2014年を過ぎたんで、15年か6年ぐらいですかね、に AKB を検索ボリュームでは上回っています。まあ、検索ボリュームがイコール人気っていうふうに言うつもりないんですけども、ただおそらくまあこれぐらいの時に乃木坂の方がまあ上に行ったんじゃなかろうかなと思います。で、それを次でですね、次に来るのが、欅坂というところで、平出友梨奈がですね、最近ちょっとつい最近ね、辞めてしまいましたけども、その欅坂46というところが、また上がってきて、急激に上がって、AKB48 も、あと、キーワード検索ボリュームのシェアまくってですね。で、乃木坂46ほどには行ってないという状況になります。で、もちろんこのキーワードの検索ボリュームがそのまま人気っていうつもりはないんですけども、ただ、当然我々なんか気になった時には検索するわけですね。なので検索するボリューム、検索のキーワードのボリュームっていうのは、まあ、そこそこ、ある程度の、いわゆる注目度合いと、ことを、リンクしてるっていうふうに今言っても差し支えないかなと思います。で、IP ランスケープちょっと見てみましょうというところで、ですね、ちょっとまずそこ、ちょっと少しビジなスライドの提供しますけども、左側の方、下の方にですね、英語の IP ランドスケープ、これブルーですね、赤いものパテントランドスケープ、黄色、日本語のですね、IP ランドスケープ。最後、グリーンのライン、パテントマップ。しました。これ見るとですね、見ていただくと分かるとですね、実はですね、英語の方で、英語の方を見ていただくと、これすべての国にしてます。ブルーと、の
IP ランスケープのキーワードの推移ですね。これ見ていただくと全然別にそんなにないんですね。で、よく、先ほど日本経済新聞のウェブサイトの定義覚えてますかね。近年、欧米企業、欧米で注目されていると。法ですと。注目されてるんですかと。なんかどうも、少なくともキーワードから見えませんというのははっきりわかります。で、2017年の4月、まあ、2月に報告書です。まあ、4月に、知財スキル標準バージョン 2.0 で定義されましたので、まあ、ちょっとこの右の吹き出しのところですね。IP ランドスケープとパテントマップだけをちょっと取り出してみましたと。で、そうしますと、まあ、一応 IP ランドスケープです。2017年の、まあ、ちょこちょこ、おそらく2017年からちょっとこう、青い IP ランドスケープが立ち上がっているのが、おそらく2017年の4月17日の日経新聞朝刊かなんかで取り上げられた時じゃないかなと思ったりするんですけども、まあ、大体こんな感じですね。パテントマップとか変わらないと。いうわけなんで、もう知財業界、私も知財業界ですんで、知財業界の中である程度、パテントマップがなくて、IP ランスケープ、言葉が使われてきてる。で、もちろん使ってることにしたら悪くつもりないし、なんですけども、そこまで注目を浴びてるかって、まあそうでもないんじゃないですかと、いうのがあります。まあ特にね、言いたいのは、欧米企業とか海外で使ってますかと、いうと、これ見てくださいと、どうですかねっていうのが、まあ一つ目のエビデンスですね。で、これだけだと、まあちょっとね、キーワードそんな調べないかもしれないじゃんと。言われちゃうんで、あれと思うわけですね。で次にですね、何やったかっていうと、経営戦略なんですよね、と。私もですね、経営戦略とか、まあ、事業戦略とか、R&D の戦略とかの、まあ、本読んだりとかね、するの好きなので、まあ、当然、英語で本買って読むってことはあんまないんですけども、翻訳された本は読みますけども。なので、海外の、まあ、事情とかね、わかんないかもしれませんので、まあ、一応ですね、ちょっとジャーナルを調べてみましたと。IP ランスケープで。で、これサイエンスダイレクトっていうですね、エルゼビアがやっている、論文の、サイトがあります。で、IP ランドスケープっていう、まあ、フレーズですね、完全一致の方で調べてみました。で、そうしますとですね、71件、右側、左側にですね、71リザルトって書いてますけども、71リザルトというところに、件数書いてまして、で、検査数見ていただきますと、なるほど。なんか2020年、19年、18年と、まあ、古い方に訴求してくるんですけども、なんか別に件数が増えてるわけでもなく、減ってるわけでもなく、まあ、なんでしょう、そんなにね、多いのかな、少ないのかなっていう感じですと。というわけで、ね、まあ、なんか学術誌でも使われてないみたいですけど、まあ、もちろんね、知財の戦略とかオペレーションみたいなところっていうのが、必ずしもそれ学術誌で取り扱われてないかもしれないの。はありますんで、だからダメとか言うつもりないんですけども、まあ、まあ、ただ Google トレンド見てもですね、学術誌見ても、ジャーナル見てもあんま使われないね、というところがちょっと言えるかなと思います。ただしですね、ちょっと別にこれディスってるつもりなくて、まあ、もともと私 IP ランスケープって言葉自体あんま使わないんですけど、あんまってほぼ使わないんですけども、仕事では。依頼を受けたときに、まあ、論考とかで使ったりとか、するんですけども、基本的には商売やるときには使ってないんですね。お客様から言われたら、まあ、それでお話を当然するんですけども。で、なんで別に言葉に断る必要はないかなと思ってまして、要はですね、IP ランスケープってキーワード自体は、まあ、私あんまりそんなに好きではなく、好んでないんですけども、まあ、そういうキーワード自体はさておきまして、IP ランスケープっていうのが第一とですね、情報分析っていうのを重視しましょうというところですね、結構非常に重要なんだなと思います。ただ、知財の情報だけっていうのも、もちろん全体ですね、情報分析を重視しましょうという考え方自体が結構重要と思ってまして、まあ、特に私なんかも知財業界ですから、特に特許の情報とかを使ってほしい、皆様に使ってほしい、知財部門とか R&D の部門以外の方にも使ってほしいっていうのも当然あります。なので、知財情報っていうのも経営とか事業に生かそうという、要はそこにある定流の考え方っていうのはとても重要かなと思います。ただですね、ちょっとついでに一つこれです。毎回これですね、出てくるとき、まあ、日経のさっきのウェブサイトに言われたんですけど、言うとですね、まあ、そろそろですね、欧米ってやめませんかと思うわけですね。なんかね、高安都市の欧米かと思うわけですね。で、なんでかってですね、例えばサムソンであるとか、フアウェイであるとか、アリババとか、まあ、当然今ね、アメリカと中国が貿易戦争してますけども、当然アジアにもですね、立派な企業、素晴らしい企業あるわけです。ここにも書いてある、例えば台湾の TSMC であるとか、そういう会社もいろいろあるわけです。テンセントであるとか。なので、当然別にですね、学ぶのは欧州企業とかアメリカ企業だけではないわけですね。明治時代じゃないわけです、我々は。もう今は令和なわけです。もう明治、大正、昭和、平成、令和なわけですね。なので、今、もう明治時代のとこですね、欧米企業だったら、まあ、そろそろやめませんかと、まあ、いうふうに思ったりします。でですね、ちょっとこれまでの知財情報分析、今 IP ランスケープの言葉についてちょっと話したんですけども、
ちょっとこれまでの知財政分析についてざっくりとですね、振り返ってみたいと思います。で、その前にですね、ちょっと2つほど事例を示したいんですが、これですね、特許情報による学術、技術予測っていうもののチャートになっています。で、A、B、C みたいな、今いろいろボックスがあってですね、で、それのフローチャートで、技術予測すると、まあ、時給予測するであるとか、技術の、移動波及予測するとか、新技術の内容予測するみたいなのをどういうふうにやりますかっていうのをここに書いてあるんですが、じゃこれっていつの時代だと思いますかと。いつに書かれた本に載ってるかというものを考えてほしいんですね。で、これが一つ。で、もう一つあるのがですね、実はこっちですね。新規事業開発への特許情報の活用って、これもですね、ある時代の、まあ、ある、まあ、私買ったんですけども、の本に書かれてる、フレーズなんですね。ちょっと読みますと、最近特許情報を有用な情報源として、新製品、新規事業開発の計画立案に役立っていこうとしている企業が目立って増えてきていると。まあ、考えてみれば、特許情報ほど正確な技術情報はないと。その一つ一つの特許は、時間と資金と人を投入して開発した技術の成果であり、その新規性を備えた技術情報は一定の形式で整理され、分類されたのだから、これを大いに活用しないではない。で、まあ、なんかですね、こう、おなんか、先週とか1ヶ月前に出た雑誌とかに書かれても、なんか、ほうほう、その通りみたいな、思ったりしたんですね。で、さて、いざと思います。そうですね、こっち側はですね、まず、こっち側から言うと、これ1970年代です。出たんですね、この本。特許情報、特許戦略実用ミーだったかなっていう本なんですけども、これも買ったんですけども、古書で買いました。で、こちらの本。これですね、1985年です。なので、いずれの、こっちもですね、こっちもですね、いずれにしてもですね、もう30年、40年前とか、だと50年前の本に書かれてるんです。で、要は戦略に生かそう、まあ、技予測に生かそうとか、新規事業開発に生かそうと、まあ、要は IP ランスケープっていうところで言ってることって結構昔からもみんな考えてるんですね。で、日本の知財情報分析の歴史をちょっと紐解いてみますとですね、これちょっと下、右下にある Google トレンドはビッグデータっていうキーワードと人工知能というのをちょっとかけてるんですけども、まず日本の知財情報分析のブーム、第一次ブームっていうのがですね、1970年代から80年代におそらくありました。で、これは第一次特許情報分析ブーム、知財特許情報、特許分析ブームで、まあ、IBM の特許契約部長だったっていう方で、シップマンさんって方がいらっしゃって、その方がまあ日本に講演に来たと。今で言うと知財協ですね。昔は特許協会さんかな、の、お招き招聘で来て、そこで講演して、まあ、IBM では特許マップというものを使って、研究開発戦略を立案しているというようなことをまあ言われたらしくて、日本もですね、特許情報を使おうと、マップだとなったというのがまあ一部分であります。で、その後に来たのが1990年代で、パテントマップというところがおそらく日本に定着してきた段階です。で、この時にですね、時期に、活躍されているというか、まあ、非常にこう功績、私も、書籍とか論考とかでお世話になったのが、まあ、インパテックの社長である新井さんであるとか、で、あとはですね、パテントマップの発明協会の本を書かれてた中村さんであるとか、方になると思います。で、この方々が、まあ、パテントマップとか特許マップとかっていうところの、まあ、論考を書いたりとか、本を書いたり、して、まあ、日本の、まあ、パテントマップところがある程度普及したというふうに言えるかと思います。で、それを受けて、右側の方の、Google と、まあ、トレンドになりますけども、2000年以降ですね、2004年にですね、経営戦略の三位一体というところが始まってですね、で、その後に、まあ、経営に、あ、ごめんなさい、経営戦略の三位一体自体は、小泉首相の時代なので、2002年だったかな。なるんですけども、Google トレンドは2004年からなので、ちょっとすみません、2004年になっちゃってますけども、2000年前半に、まず経営戦略の三位一体というところで、まあ、知財戦略、研究開発戦略、事業戦略をトリニティでやって、経営に資しましょう、利益に貢献しましょうというのがありました。で、その後、まあ、10年いかないかなぐらいの時に、経営に資する、まあ、知財だとか、経営に資する情報分析といったようなキャッチフレーズがありました。これは結構すぐに消えたちゃったかなと思います。で、今、この3年ぐらい前から始まっている IP ランスケープというところは、おそらくまあ人工知能であるとかビッグデータ、まあ、データベースとかツールの進化というのも当然あるいはあると思います。なんですけども、まあ、そのものも受けた上で IP ランスケープというところが来ているんですね。で、このブーム、要は1970年代、80年代のまあ第一次ブーム、まあ、第二次がまあ一応90年代。で、2000年以降もちょこちょことそういったブームっていうか、みたいなのがあったわけですね。なので、日本企業というのは昔から取り組んできているんですね。別に、今まで全くやってなかったとか、攻めの情報分析やってなかったってわけではないというふうに、こっちでは思います。さっきの技術予測とか、新規事業、特許情報を活用しようっていうのを、これをですね、これ、なんか、攻めじゃない、これを防御だって言う人がいたらですね、ちょっとまあ、わからないんですけど、そういう人いるかわからないですけども、まあ、あれなんか典型的に攻めるわけですね。っていうふうに、思うんで、取り組んです。なので、まずは自信を持ちましょうと。
というところがあります。でただですね、やっぱりですね、足りないところがあるっていうか、今まで何回もやってもですね、なんかもうまあ完全にとこけてきたわけですね。こけてきてるんで、また3年前から IP ランスケープって言葉で、まあ、リバイバルされてきてると。もちろんちょっとこう新しいテイストも付加されてると思うんですけども、足りないところは昔はあったわけです。じゃあ、だからまあ脚光を浴びてると。で、みんなやりたいんです。やりたいから脚光を浴びてるんですね。ニーズはあるんです。ニーズが問題意識、課題はあるんですね。なので、脚光を浴びて、今、また再び IP ランスケープって言葉が、まあ特に3年前、2年前とか。浴びたわけですね。ちょっと最近も少し、なんだろう、こう落ち着いてきたかなって感じはしますけど。で、結局何すればいいんですかと。いう、まあ、処方箋ですね。ここで私は正解です。これが正解ですっていうのをバチッと言えるわけではないんですけども、まあ、ちょっと考え方の方向性として、お聞きいただければいいかなと思います。で、まず一つ目ですね。これよく言うんですね。野崎さん、IP ランスケープとか、そういう知財情報分析とかを経営とか事業に役立てて何すればいいですかというですね、言われるのがですね、大体回答するのがですね、MBA 言ってくださいと言います。で、MBA って言っても、これ例えば慶応義塾大学の MBA のプログラムなんですけども、普通の MBA 行くと2年かかりますし、200万か300万かかりますので、まあ、なかなかじゃあ行こうって言って行けるようなもんではありませんけども、なんで MBA っていうかってですね、まずこれ MBA の科目見ていただきたいんですね。これ見ていただくと、知財の科目ってね、ないんですね。大体ないです。研究開発とかイノベーション論みたいなのはあるかもしれませんけども、知財の科目ってただ大体1科目もないです。ほぼ。おそらく。私は言っても、金沢工業大学の MBA 系のコースはありますけども、基礎のコースありますね。で、受けようと思えば知財のコースもありますから、併設されてるんで、そっちを受けることもできます。が、MBA の、大学院とかには、大体知財のコースはない。と思います。なので、逆でですね、要は事業とか経営から見てですね、知財っていうのが、やっぱり、科目に入ったようなところは、ポーション低いんですね。で、逆の立場からすると、知財がまず、事業とか経営に貢献したいんであれば、じゃあ MBA のところでどういうことを学ぶのかというところをまず知るべきだと思うんですね。で知るということで、そちらに入る。で、2年間行くのが難しいんであれば、例えば金沢工業大学も、東京であればですよ。金沢工業大学あります。単科の科目履修という制度が発達します。で、東京でも大阪とか名古屋もあると思うんですけども、ある程度の地方の大都市でありますけども、例えばグロービスみたいなところも単科のコースがあります。でそういうところで、こう MBA 的なコースですね。経営戦略でもいいですし、クリティカルシンキングでもいいですし、マーケティング基礎でもいいですけども、そういったのを学ぶと。で、知財以外の人と交流する、マーケの人とか企画の人とか、新規事業の方とか、商品活動の方とか、っていうのが結構ですね、重要かなと思います。で、他の方がどういうような事業とか経営の方が、どういう思考形態してるのかっていうのを知るっていうのは、一つ、スタッフレベルとしては重要かなと思います。で、組織として、まあ、これはですね、一組織のスタッフとしてもそうですし、まあ、組織全体としての考え方もそうなんですけども、まあ、知財部門って今はどうだったかなというところですね、ちょっとこう他の部門との関係で言うと、まあ、ちょっとこれ誇張してるんですけども、昔の状況っていうのは R&D の方から生まれてくる、まあ、研究開発発明者の方から生まれてくる発明というところを、まあ、言われるかままにですね、まあ、発明って出願してですね、権利化するというような形で、どちらかというとベクトルが一方向に伸びてるだけだったと思うんですね。で、小泉純一郎元首相の後、今、経営戦略のサミットとかって形で、知財部門のレベルが多少上がってきたと。まあ、だんだん上がってきたと。来て、今はだんだんですね、R&D の部門と、すいません。知財の部門っていうのは、まあ、ある程度総合方向的にコミュニケーションが取れるような状況になったのかなと思います。で、ただ IP ランスケープっていう言葉がですね、要は事業とか経営に貢献しなければいけないと。いうのがあってですね、知財部門の方から、要はニーズとかもわからないのに、経営層とか事業とかマーケットとか新規事業開発とりあえず何かをやんなきゃいけない。要は彼らからニーズが降りてきてないのに何かを提案しなきゃいけない。何かをこう分析した結果を持っていかなきゃいけないというふうになるんですね。で、これってですね、もちろん、ニーズを全く読めないってことはないんですが、ニーズがないところですね、要は向こうが困ってないところでいくら持ってってもですね、不運で終わっちゃうわけですね。なので一番いいのはやっぱりこう、理想的な状況っていうのは両方全部、いろんな部署がですね、知財部門、情報を特に扱っている部門、チームですけども、ところとか双方向的にですね、こういったことを悩んでるとか、逆に言うとこういうこと困ってるんじゃないですかと、いう形で双方向的にインタラクティブに、まあ、コミュニケーションを図れる、まあ、分析結果っていうですね、ファクトベース、エビデンスベースで、それをこうコミュニケーション取って、事業とか経営の方向に役立てることができるというところが必要なのかなと思います。で、その上でですね、必要なのっていうのは、どちらかというと、こう、縦方向の展開、知財部門だけの中で仲良くなってもしょうがありませんので、横部門の方、横展開ですね。横の部門の方、要はいろんな他の部門、異部門の方ですね、他部門の方と、
いろんな交流しましょうと。で、そういうとこから当然いろんな、ニーズだとかいうものも出てくるかもしれません。で、当然もちろん上の方ともコミュニケーションを取っていく必要っていうのはあると思います。で、まあ皆さんの、その、そもそも組織ってですね、情報分析、知財の情報分析に限って話じゃないんですけども、日本の情報、組織自体っていうのが当然やっぱ、少しですね、やっぱ情報分析っていうのをですね、結構そんなに重視してない組織多いんじゃないかなと、まあいわゆる経験とか勘とか度胸みたいな、昔ながらのこう、なんでしょうね、根性的なところで決めてしまうところも、まあ少なからずある風土があると思ってまして、でそれっていうのの、根本の原因っていうのはこの大本営参謀の情報戦記っていうですね、これ、第二次世界大戦の時に、情報参謀であった堀井栄三さんって方が書いた本になります。で、ここに書いてますけども、帯に書いてますけども、日本軍の情報軽視の実態と書いてますが、やっぱですね、情報ないとですね、国家としては当然敗戦負けるわけですね。当然企業としても競争に負けるわけですね。下手すると倒産とか、まあ、市場撤退、その倒産とかにつながってしまうという形になりますので、まあ、まずは情報を重視すると。でそのためには、当然、まあ、知財の情報を重視するというのは、まあ、いろんな情報分析を重視するというところをベースにするときには、当然、まあ、いろんな、個人だけではダメで、まあ、チーム、仲間を作らなきゃいけませんね。仲間を作ると。仲間を作るときに、多体方向、部門内だけではなくて、チーム内だけではなくて、部門内だけではなくて、他部門の方も巻き込みながらやっていくという形になって、まあ、最終的には上の方からトップダウンで、そういった情報重視の分析、チームだったりとか、組織、風土と。いったところを、ま、常設する、していくしかないかと思います。なかなかですね、ボトムアップでは難しいかなと思います。トップダウンするために、こう、仲間を作っていくというところが結構重要なのかなというふうに思います。まあ、すぐにですね、薬やりませんと。どうすればいいですかって言ってですね、当然、ま、私もいろいろコンサルとかさせていただいて、いろいろアドバイスとかさせていただくんですけども、例えば私が入ったからですね、じゃあ来月すぐ変わりますかと、まあ、それはないですね。やっぱこう、数ヶ月とか、1年とか2年とか。かかってですね。で、徐々にこう、いろいろと意識、マインドセット変わってきて、で、組織も変わっていくという形になると思います。で、あともう一つはですね、やっぱ手法とかツール使えばなんとかなるっていうのはですね、まあ、簡単っていうかですね、それで変われば簡単ですし、嬉しいんですけども、基本的に手法とかツールとかってすぐ変わるもんじゃありませんと。で、同じ手法、例えば私がレクチャーとかでやってる手法でそのまま使って使えるかっていうと、当然、私がレクチャーでお話した手法の分野とですね、皆様が聞いて自分たちの会社でやろうと思ってる分野が違うとなると、その手法はそのままの形では使えないケースというのがあります。で、ツールもそうですけども。なので、そのツールとか手法だけに頼るというのはやめましょう。自由であります。重要性は否定しません。なんですけど、それだけ頼るというのはやめましょうと。形になります。というわけで、今日はですね、30分ちょっと、まあ、ちょっと質問とかですね、あったかもしれないです。ちょっとですね、ごめんなさい、こちらの画面をずっと見ながら喋ってたので、パワポの画面を見ながら喋ってたんですけど、質問とかあったらすいません。後でコメント欄の方に返したいと思いますけども、今日のまとめですね、IP ランスケープを定義したかったら日本人だけですと。一部、欧米の方の定義、欧米の方が使っている IP ランスケープの被るところはあります。が、日本でいう、まあ、いわゆる知財重視の経営戦略とかですね、知財と知財以外の情報分析をなんかミックスするみたいな、ところで事業とか、経営に資するみたいなところをジャンとこう、前面に押し出したのは多分日本人ぐらいだと思います、おそらく。根底の意識は違いますけども、そういう言葉に、IP ランスケープ言葉にそれを持たせるのは多分日本人ぐらいだけかなと思います。で、二つ目、知財情報分析で、重要なのは、まあ、手法とか通じはございませんと。いうところですね。でもちろん、重要であるんですけども、それだけに頼らないようにしましょうと。で、最後、IP ランスケープとか、はじめですね、情報分析っていうのは、まあ、いわゆる、こう、組織に定着化する、根付かせるという観点で言うと、まあ、横展開するとか、縦展開する、まあ、自部門だけじゃなくて、他部門にも仲間を作って、情報分析とか、情報を、まあ、重視するような風土を醸成していくような、まあ、ゲリラ戦、まず、はじめはゲリラ戦と思うんですけども、というのを展開していくというような必要があるかと思います。で、ちなみにですね、これ、後で YouTube の方にアップするときに、私が今まで書いた、ブログの記事であるとか、あと論考ですね、IP ジャーナルに、IP ランドスケの定流っていう論考を昨年の6月から4月に寄稿させていただきました。それであるとか、あと、まあ、ジャピオのイヤーブック等に書いた記事とかもありますので、そちらの方を、またリンクを掲載したいと思いますので、ぜひとも、ご覧いただければというふうに思います。というわけで、ご視聴の方どうもありがとうございました。よろしければですね、高評価とチャンネル登録の方、お願いできればと思います。というわけで、本日はこれにて終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。